TMS 今日はこの5人です、はい、イエイ今日はゼロポジ初出演の杉山愛香ちゃんもいます。杉ちゃんお願いします。ゼロポジどういう番組か分かりますか？えゼロゼロ番を狙ってる番組に、はい、ラミちゃんもね、その前髪にね、そう、その前髪のようにこれなんでこうなったの？おかしいですよ。なんか上げるのはちょっと恥ずかしくて、いやなんかバブル時代のなんか上げた方がいいですか？いやもう入れちゃうのよ、好きな方にしていいけど、うんうん、なんかなんでこうなっちゃうの、いつもちょっとおかしいって言おうとしたけどやめた。ゼロインチョ。でもあれだ、リョウハタも今日から司会ですか？そうなんです、北川 MC です。北川 MC、 北川 MC です。書いてるじゃん、ちゃんと。そう、 MC です。いいじゃん。どうですか、アルバイトの話は？え、北川がまさかの、まさかの、まさかのって感じですよ。でも頑張ります。改めてチーム S、 こういうチームでやるのってあんまないから。そうですよね。今日は気合い入れて、まあそうですね、新しい春のスタートを切れるような感じでいきたいと思います。イエイ。見た目から派手になろうということを頑張ってます今声があんま出さない。なるほどなるほど。やっぱここら辺はもうね、こういうものになるとちょっと熱くなるというスイッチがね、だいぶ分かってきてるんですけど、初めてだもんね。今までの学生時代の運動会とかって割と結果残してきた感じ？違うね違うね。ないんですけど、うん、なんか長距離走、女子の長距離走で、その6年生の時に4位は取った。すごい、すごい。静かに取るタイプかな、じゃあ。そうね。得意な走ですか？うん、ないです。あらまあ、ただ今日はスポーツだけじゃないからね。そうそう、そう、いろんなものがあるから団結力だから、団結力だから、ね、声と、うん、なんだろうな、気合では今のところ負けてはいるので、これは認めざるを得ない、負けているから。今日の目標は静かに全部取っていくです。勝ちたいことは勝ちたいですよね。勝ったよね。勝たなきゃね、もうあのね、今いる先輩たちにクソみたいに怒られるよ。クソって言わないの。今最も勢いのあるって言ったら、みんなイエーイって言ってたんですけど、って言ったら調子に乗りそうなメンバーを今日連れてきた。意気込み。頑張ります。短い。今回チーム E は結構若い子が集まって、ね、なんだよ、なんだよ。若田さんも若いでしょ。ピチピチ。精神年齢が人生で見たら若いよ。チーム E は若いメンバーがとっても多いので、この若さに、あやかっていきたいと思います。大丈夫です。全然あがりさん動けるんで大丈夫、私は何でも得意だと思ってるんで、お任せてください。かっこいいです。チーム E はAKB の大運動会でも3位だったので、 その力を発揮できたらいいなと思います。本当だね。はい、MC としてはどうですか？ MC ですか？なんかどこのタイミングで会話に入っていいのかがちょっと難しいなと思うんですけど、これからどんどん学んでいって、例えば公園とかいろんな場所で MC を担当させてもらえるように頑張りたいと思います。せーの、そうそう、いいことあっていいのかなって。スチルダさんとリオンが並んで会話してるように見えないで、あれ